がぶりです。今回はうまい棒のギネスに挑戦したいと思います。うわーすげー。これ多分、まあ、US5 ぐらい、 US3Y とか、まあ、ちょっとギネスじゃないんですけど、第5回うまい棒早食い大会の記録で、2分18本。大丈夫大丈夫です。いけそうっすか。いけます。さあ、1本6秒。剥いとくとかある？あ、剥いときましょう。まず6本にしましょう。6本で、と何秒いかないといけないんですか？36秒です。6本です。いきます。いきます。これで36秒。レディー、ゴー！ 12 秒。36秒。なんすかその顔。いけるぞと。うん、言ったですよ。誰が1位なの？誰が1位なのって。いや、名前言うんすか。一回ちょっと俺、普通に個人的な興味なんですけど、粉にしたら1本何秒なのか。粉で。1本何秒でいけるのかっていうのはちょっと。で、それで3秒とかいけたらもう。はい、もう粉々にしちゃう。はい。当てておきますよ。いや、そういう開け方。あ、そういう開け方ね。いやいやいや。そっちのね。いやいや。確かに。あ、これダメだ。じゃあレディー、ちょ、待って、はいはいはい。レディーゴー。開け方間違え、待ちましょう。もうこれ食っちゃおうかなと思って、普通に。すぐ食いますよ。なんでこう開けたんだろう。何？あの、ピザポテトとかの開け方ね。あ、まあ、ピザポテト、そう開けるかわかんないですけど。開かないんかい。ベタつく。よし。何秒か、6秒超えれんのかと、ガバリは。それで3秒ぐらい。骨なし男かと、ガバリは。はい。じゃ、飲む感じで。飲む感じで、OK。はい。レディー、ゴー。ん？ 18 秒です。どうでした？これは難しいですか？なかなか落ちてこなくて。これちょっとダメです。失敗っすね。なんか、こう。ぐずっててもしょうがないです。あ、じゃあもう、成功法でいきますか。2分の、じゃあ本数にしましょう。で、まあ、17本で準優勝ですね。え？その大会の。おぉ。あ、でも女子は14本です。おぉ。女子に勝ちますか、じゃあ。女子にはもう負ける前提なんですよ。メンズに勝てないことよ。でも、まあ、結構いい感じだったよな。女子か。今何本あるんですか、これ。ちょっと待って、一旦数えましょうよ。3、うん。これで18本。マジでいきますよ、今回。本気でいきますか。牛乳がもうないですけど。いや、2本買ってきてない。ただ1本しか。マジか。いや、1本でいいって言ったじゃないですか。電話で1本でいいって言ったじゃないですか。で、まあ、女の子だったら8秒です。1本。1本。で、男の子だったら6本。俺はまあ男っすから、まあ、1本6秒ですね。OK、はい、ちょっと言いましょうか。レディー、ゴー！あと1本終了。何秒ですか？記録は2分の段階では17本でした。で、2分の時に18本目食ってたんですけど、口の中にまだ入ってたんで準優勝です。あれ、それ1本ありますか？まだ。いや、ないないない。いや、1本あるじゃないですか。そのうわ16本です。全然気づかなかった。女の子には勝ちました。じゃあ女子部門優勝です。おめでとうございます。女子じゃないから。何のフォローにもなってない。今回は達成できずか。いや、でもほぼ達成してたよね。ほぼ、まあ、ほぼっていうか、誰なのそのチームの人。いや、知りません。外人です。すごいな。ごちそうさまでした。